矢田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。こんばんは、マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さん今回もよろしくお願いいたします。女優の佐々木千秋です。さて今年もゴールデンウィークがもうすぐやってきますが、はい、今ね起こっているいろいろな問題とか課題とかはちょっと置いておきましてですね、このゴールデンウィークという言葉の歴史についてお話しさせていただこうかなと、思います、そもそもですね、日本の祝日は国民の祝日に関する法律という法律で決められておりましてですね、この法律は1948年7月に公布施行されたことから、実は初めて日本に大型連休らしきものができたのは翌年の1949年の5月なんだそうです。そうなんですね。はい。ただですね、その当時はまだゴールデンウィークとは呼ばれていませんでした、はい。しかしそれから2年後1951年の5月の連休時期に自由学校という映画を、大映という映画会社が上映したところ、一般によく映画が見られるという年末年始とかお盆よりも圧倒的に興行成績が良いという結果になりまして、そこで当時大映の専務であった松山英夫さんという方がですね、これらの時期をゴールデンタイムに引っ掛けてゴールデンウィークと名付けたんだそうですよ。そこで生まれたんですね。はい、ね、すごいネーミングの付けですよ ね、ゴールデンウィーク考えてみればいい名前ですね。そうなんです。でちなみにですね、 NHK や一部の民放新聞などはゴールデンウィークという言葉が映画業界用語だったことから、NHK で禁止されている、まあ、業界の宣伝になることね、に関してちょっとダメだよってこととか、年配者に分かりづらいという理由なので、単なる春の大型連休という表現で統一しているんだそうです。そうなんですね。はい、これは知らなかったですね。なのでこう大型連休って言っているところもあれば、ゴールデンウィーク、どっちが正しいんだろうなんてね、思っちゃってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。大型連休って聞きますね。はい、そういった、まあ、裏の話があったんですね。ねえ、またこのネーミングのきっかけというのがまた面白かったですよね。なのでぜひね、今年のゴールデンウィークも皆様あの素敵な日々をお過ごしいただければなと思っております、はい。さてこのファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトが元になっている番組です。まずは今お話しいただきましたこの番組ファントレタイムのメインパーソナリティ矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。よろしくお願いします。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職された後、ファントレ株式会社を創立され、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、他業種約300社以上のコンサルティングに携わられ、現在は美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界では注目を集めている若い社長さんのお一人です。そしてお忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園の通園をはじめ、イクメン社長としても奮闘中でいらっしゃいます。よろしくです。そしてですね、私佐々木千秋は今年の秋公開予定の映画ラストソングはで主演させていただきましたほか、現在ドラマや映画をはじめ、ここ市川うらら FM で愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。こんな2人で進めてまいりますが、今回最初のコーナーは今月のイクメンリポートのコーナー。このコーナーは先ほど略歴をご紹介させていただいた通り、世に言う IT 企業の社長様でいらっしゃる矢田部さんが、他の IT 社長の皆さんとは違い、ご結婚されておられ子供さんもお二人、その上きちんとお二人のお嬢さんの保育園の通園など子育てもきちんとこなされている、いわゆるイクメンとしても頑張ってらっしゃる姿を毎月リポートしていただこうというコーナーでございます。はい、はい、では矢田部パパ、早速なんですが、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、私はですね、娘たち、2人おりまして、3歳と6歳、娘がおります。で、どちらかというとですね、長女の方が活発で元気なタイプでして、まあ、下のね次女の方が、まあ、どちら甘え上手といいますか、しっかり考えているなっていうところがあります、はいはい。今日はですね、長女の、始めた英語についてちょっと話をしたいんですけど。英語を始めたんですか。はい、英語をですね、まあ、小学校に入るにつれてですね、英語をですね、始めました。おお、はい、まあ、
僕自身もですね、はい、以前勤めていた会社がドイツの会社でして、やはり英語は必要とされていましたので、はい、やっぱり英語ってすごく大事だなと、まあ、いろんな、ね、国の方とコミュニケーションするのですごく大事だなと思ってましたし、娘が結構そういうね、英語で喋りたいっていうことをですね、興味を持ったので、すごい、これはいいタイミングだと思って、近くのですね、英語教室に、はい、まあ、塾にですね、通わせることになりました。そしたらですね、はい、ちょっと僕びっくりしたんですけど、はい、まあ、最近のこう英語の学習では発音をものすごく丁寧に勉強するんですね。まずはい、ABCD って言ってね、それで英語の単語ももちろんこうやるんですが、はい、その前に正しい発音をきちんと勉強している。その ABC よりも前に発音。発音なんですね。すごい。すごい。なので僕もですね、はい、以前、まあ、会社で使っていた英語をですね、はい、娘と一緒にじゃあ英語で喋ろうかみたいなことで言うとですね、発音が良すぎて分かんないんですね。娘さんの方が発音がいいってことですね、はい、娘の発音が良くて僕も分かんないですし、僕の発音だと娘も分からない。そうなんですね。はい、もうこれはですねびっくりしまして、うん、まあ、ライオンですね、はい、まあ、動物のライオン、はい、ライオンっていうと、はい、違うお父さん、ライアンこれ、あ、そうなんだと思いまして、まあ、これからですね、やっぱりこう、はい、まあ、世の中世界中にですね活躍していく子どもたちは、まあ、発音もしっかり、学んだ英語を使うのかなと、ちょっとワクワクしましたね。なるほど、はい、頑張って英語を勉強しなっていうことでですね、はい、今楽しく英語を学んでいます。いやでも発音、まあ、もちろん娘さんがやっぱりこう英語にちょっと興味を持ち始めたっていうのは、はい、やっぱりこうどんどん伸びていく、うん、まあ、兆しというか、そうですね、やっぱ興味を持ってくれた時がチャンスですよね。そうですよね、うん、でも発音もね、まあ、どんどんこれからさらに良くなっていくでしょうから、そうですね。そのうちね、矢田部さん、お父さん自身がちょっと頑張らなきゃなって思う時期が、ね、もしかしたら教えてもらう時期が来るかもしれないですね。するかもしれませんね、まあ、そういった日が来ることを期待しています。いやー、すごい、やっぱりこうね、英語というのを、まあ、小さな頃からね、身につけさせておくと、やっぱりこう今後もね、楽しみな未来がちょっと広がってるのかな、なんて、ありがとうございます、ね、思っちゃいますけども、そうですね、はい、ぜひまた経過の方を聞かせていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。います、以上、今月のイクメンリポートのコーナーでした。矢田部的今赤丸上昇局のコーナー、続いてのコーナーは新コーナー、矢田部的今赤丸上昇局ということで、おそらくラジオを聴きの皆さんもそうだと思うんですが、昔聞いた曲、最近流行っている曲、 CM やドラマなどで流れている曲で、なんか気づいたらこの歌ばかり口ずさんでるということがあるんじゃないかなと思います。はい、ですのでこのコーナーは、矢田部さんがこの1ヶ月知らない間に口ずさんでいたり、思わずよく再生している楽曲についてご紹介いただくとともに、独断と偏見によるその楽曲を思わず繰り返し聴いてしまう理由について深掘りしていただきたいと思っております。はい、はい、今回はどなたの何という楽曲でしょうか。はい、今回はですね、はい、世界の終わりさんの曲で、はい、サザンカという曲をご紹介したいと思います。サザンカ、はい、うん、実はですね、まあ、季節的にも、まあ、時期的にもですね、はい、なんかそのサザンカかなっていう、今サザンカかなっていうところはあるんですけど、あ、はい、まあ、これがなんか僕が今、これ聴くようになったきっかけが、おそらく YouTube でですね、はい、まあ、いろんな曲をこう流していくときに、まあ、流れ込んできたといいますか、たまたま聴いた曲なんですけど、はい、まあ、聴いてみたらですね、ものすごくこう歌詞が良くて、はい、ハマってしまって、お、もう何回も聴いているという状態です。はい、はい、内容はですね、まあ、2018年の平壌オリンピックの、うん、NHK さんのテーマ曲に、もう選ばれている曲でして、はい、まあ、夢を追いかけている人を応援する曲になってるんですね。はい、はい、で、まあ、夢を追う君へと思い出してみてと、はい、うん、はい、うまくいかない時 もですね、はい、物語の主人公はいつだって笑われる方なんだと、うん、人を笑う方じゃないと、うんうん、だから夢をしっかり追いかけようという曲なんですね。はい、はい、
まあ、これを聞いている時にですね、まあ、やっぱりこう、まあ、夢を追いかけてたり何か挑戦している時って、はい、なかなかね、うまくいかないことの方が多くて、そうですよね、はい、その時くじけそうになってしまったりですね、する時もあるんですけど、はい、まあ、やっぱそういうもんだよなと、うん、はい、諦めないで頑張っていけば、あ、絶対ね、夢は叶うんだということをですね、また僕もこの歌詞を大好きになってしまって、まあ、聞くようになったと。そうだったんですね。もともとはこう YouTube で聞いていて、あ、この歌詞みたいな感じで、うん、やっぱりこう気になってたものが、まあ、このね、あのテーマソングにも使われているというね、オリンピックの。そうですね、そうですよね、まあ、世の中の状況としてもやっぱりね、どちらかというとこう逆境な場面が多い状況かなと思うんですけど、そうですね、はい、まあ、むしろね、下を向かないで、まあ、しっかり前を進んでいこうっていうね、はい、まあ、時代とシンクロもしているのかなと思って今日選ばせていただきました。いや、新生活にぴったりというか、これから頑張る人のためにぜひね、あの、聞いていただけたらなと思っております。はい、以上、矢田部的今赤丸上昇局のコーナーでした。改めまして、今お聞きの番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはマーケティングラジオ講座のコーナー。このコーナーはこの番組をお聞きの皆様にショートショートセミナーという形で、マーケティングの基礎的知識や発想、我々の日常生活から感じ取れるマーケティングについて、矢田部さんにワンポイントアドバイスをしていただきます。はい、はい、矢田部さん、では早速お願いいたします。はい、本日はですね、はい、あの、前回の放送でも少し、あの、触れました、はい、Google マップの、おー、 Google マップ、はい、はい、Google マップの中でどうやったら上位に表示されるようになるんだろうということをですね、はい、お話ししたいと思います。あ、すごい楽しみです。はい、ありがとうございます。はい、前回ですね、はい、あの、学習塾の例をとってお話をしたんですが、はい、皆さんもですね、例えば、あ、学習塾とか、うん、美容院とかですね、はい、あと、まあ、近くのトレーニングジムを探したり、お店を探したりするときに検索をされますよね、はい、はい、で、 Google で検索をしたときに、はい、検索結果の中に地図が表示されることがあると思います。はい、はい、この地図がですね、いわゆる Google マップというものになります。うんうんうん、はい、そうするとですね、この Google マップの中でも、実はですね、優先順位が決まっていまして、はい、この Google マップの中で、上位、優先的に表示をさせることによって、はい、お客様の目に留まりやすくなるということが言われています。はい、はい、実際にですね、私の美容院でもやっぱり Google マップで上位に表示されるようになってから、はい、お客様の、まあ、人数が増えたと、いうこともあります。はい、はい、で、 Google マップではですね、はい、どういった時に、まあ、上位に表示させることができるのかというところについて解説をしたいと思います。はい、知りたいですよね。お願いいたします。はい、前回もね、はい、お話をさせていただきました。まずは正確な情報を入れるということが大切になります。はい、これが一つ目ですね。はい、はい、正確な情報はとはどういうことかと言いますと、はい、Google マップにはですね、例えば住所とか、はい、まあ、お店の電話番号とか、うんうん、あとは、まあ、お店のですね、電話番号、営業時間ですね、そうですね、はい、そういったことを入れる場所があります。はい、はい、そこの情報をですね、正しい情報にするということが大切になります。うーん、正しい情報、はい、例えばホームページに載せている営業時間とちゃんと一致しているとかですね、はい、はい、ちゃんと電話番号が合っているとか、うん、そういったところですね、これを合わせることによって、正しい情報が Google マップ上にあるんだなと、うん、いうふうに Google が評価をしますので、はい、やはり上位に上げてもらいやすくなる、あ、なるほど、はい、ことになります。へ、2つ目はですね、はい、口コミを増やすというお話をさせていただきました。はい、はい、口コミを増やすということはですね、Google マップの中で、口コミが書けるようになっている、そういった機能があるということはですね、前回もお話をさせていただきました。はい、はい、その口コミをですね、はい、なるべくやはりいい口コミを多くの方からいただくっていうのはですね、はい、すごく大事な要素になります。はい、かつですね、はい、まあ、口コミを書く人も、はい、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、実はその口コミを書く人の順番も決まっていまして、順番、はい、書く人も書く人の、まあ、評価の順番が決まっておりまして、例えば
たくさん口コミを書いている人は、はい、ですね、Google もこの人はちゃんとね口コミを書いてくれる人だというふうに評価を高くします。そうなんですね、はい、初めて口コミを書く人とか今までにね、はい、ほとんど口コミを書いてこなかった人はやっぱり Google としては評価としてはちょっと低めに、うーん、なのでなるべくたくさん口コミを書いていたり、はい、まあ、そういった活動をしている方に口コミをもらう、ほう、しかもいいね評価の口コミをもらうということは、まあ、Google マップさんからの評価が上がりますので、はい、まあ、口コミを増やすということと評価の高い人からの口コミをもらうと、ほう、はい、これが2つ目のポイントですね、はい、はい、3つ目のポイントはですね、はい、Google マップはですね、SNS いわゆるね、Facebook や Instagram みたいな SNS のように投稿する機能がついています。え、そうなんですか。はい、この投稿する機能をしっかり使って、はい、定期的に投稿するということが大事になります。うーん、あ、そう、出してるお店側とかがってことですか。そうですね、あ、お店側がですね、はい、例えば写真を投稿したり、はい、今やっているおすすめのキャンペーンを投稿したりですね、お客様の声を投稿したり、まあ、そういったね、まあ、自分たちの、まあ、お店とか、はい、まあ、やってるサービスのですね、投稿できるのでこれを定期的に更新していくという、ほう、はい、Google さんはですね積極的に Google マップを使って情報配信をやっているという、まあ、お店だなということでですね、またこれも評価をしてくれます。そうなんだ、すごい。これがですねまた一つこのすごくね重要なポイントで、はい、さらに4つ目、お、4つ目、はい、はい、これもですね皆様ストリートビューというのをご存知でしょうか。はい、はい、どこにいてもそこ、まあ、こんな感じですよっていうのが写真で見れるっていうですよね、はい、そうですね、はいはい、このストリートビューの屋内のバージョンが、はい、Google マップには存在するんですね。見れるんですか。はい、すごい、すごいんですこれは。例えばね、お店の中がどうなってるのかとか、まあ、観光施設だったらその観光施設の中がどうなってるかって気になりますよね。気になりますよ、はい、うん、とても気になりますよね、はい、それがですねあたかも自分が入っていったかのように見ることができる、できるんですね。屋内のストリートビューってものが存在します。すごい、はい、このですね屋内のストリートビューを、はい、しっかりお店側が用意しているとか、サービス提供者側が用意して、まあ、ちゃんと見れるようにしておくというのは、うん、Google マップさんの評価がですね、はい、また上がると。そこでもまた評価が上がるんですね。はい、そこでもですねやっぱり Google マップをしっかり、まあ、使ってくれていると、あ、なるほど、はい、いうような形で Google がですね評価をしてくれるということになります。すごいな、はい、他にもですね、はい、Google マップはですね、いろんな機能を追加しておりまして、例えば、Google マップ上で、ま、チケットを購入できるとか、そこまでできちゃうんですね、はい、すごいな。やっぱり観光施設とかで、はい、ここのじゃあ観光施設に行ってみたいという方がいた時に、はい、ま、Google マップでね表示されて、でその施設のチケットがその場で買えたらとても便利ですよね。いや、すごい楽ですよね。すごくね、まあ、うん、楽ですし、使い勝手がいいなということで、はい、Google マップはですね、まあ、そういったチケットをそこで販売できる機能、はい、はい、をつけていたり、他にもですねその施設の予約をできる機能、をつけています、はい、はい、例えばですね、まあどっかにトレーニングジムとかにですね、行きたい場合にその場で Google マップで検索して、はい、まあ、Google マップ上で、まあ、予約までできてしまうと、はい、こういった機能もですね、はい、つけていっております。いや、正直私 Google マップって携帯で使うんですけど、うん、全く知らないことばかりでした。Google マップは地図を見るためのものっていう認識しかなかったので、こんな風にコメントができたりとかお店の情報を、まあ、その発信してくださるとか、うん、そういった情報って正直全然知らなかったんですよね。なかなかね、知らないとね、そうですよね、はい、まあ、こういったね、まあ、機能を使うことによって、さらにね Google マップさんとしては、まあ、評価を上げてくれると
なるほどね。いやーすごいですね、 Google マップ、はい。まあ、こういったことをですね、やっぱり結局はですね、お客様にとって、Google マップを使っている人にとって、分かりやすい、ようにですね、より分かりやすく、より使いやすくするために、使ってくださいという Google マップさんの、希望がありますので、それにのっとって、さまざまな情報をですね、正確に、頻度高く更新していくと、上位に表示されることができます。なるほど。もちろんその上位に表示されるというところで、ご自身というかそのお店がどんな取り組みをしているかっていうのがまたこれ結構大事になってくるのかなってなんとなく私は今聞いていて思いましたので、さすがですね、しっかり捉えてますね。そういった頑張ってるお店というところがまたこの上位ポイントだったりもするのかななんてね、捉え方もできるんじゃないかなって思いましたね。いやーすごい、全然知らなかったですけど、ちょっと今後 Google マップの見方というか、またちょっと活用できそうな気がします。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。このコーナーをお聞きいただきまして、矢田部さんがおっしゃるマーケティングのファンイコール楽しさの一端でも分かっていただければいいかなと思っております。以上、マーケティングラジオ講座のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りしておりますので、ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。はい。矢田部さん、今回はいかがでしたか？はい。今回もですね、 Google マップの難しい話をさせていただきましたけど、もっと分かりやすくですね、皆さんが楽しく聞けるように、もっと研究していきたいなと思いました。ありがとうございます。はい。そして番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見お待ちしております。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com ファントレタイム、アルファベット大文字で FUNTRETIME でファントレタイムまでお待ちしております。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部敦史と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。